新馬戦は正直自信あります。今現在の能力はもう高いです。1500万でしたね。で税込みで9072万、重賞はいけるかなと思いますよ。こんにちは、マリギンです。今日はですね、僕が持っている、2歳馬のご紹介を、できればと思います。今年のデビューの馬がいましてですね、名前がジャングルキングと、まあ、言いましてですね、血統がお父さんがみかん馬のドゥラメンテ、そしてお母さんが、アメリカの G2 を買っているです、ね、シーズオールエルテッシュという馬になります。で兄弟がアドマイヤ王者というのが一番勝ってますね。これはのディープインパクト3区で4勝してる馬がいます。お父さんのドラメンテはめちゃめちゃ血統がいいんですよ。車代のもう積み重ねでですね、ノーザンテイスト、トニービン、サンデーサイレンス、キングカメハメは全部入ってるんですよ。で2冠取ってる馬ですね。これは皐月賞とダービーを勝ってる馬なんですけど、僕すごいこのドラメンテも好きなんですよ。ワンパク坊主みたいな感じの、ちょっとやんちゃ野郎みたいな感じなんですけど、結構好きな馬ですね。まあ、1回見に行ってちょっと噛みつかれたことなんですけど、ぐらいちょっとなんか猛獣みたいな感じなんですけど、すごいいい馬です。ジャングルキングはですね、落とした金額8700万でしたね。税込みで9072万、まさかの消費税かかるんですよね。まあ、競りの落としたところにこう B で出るじゃないですか、いくらっていう、あれプラス消費税込みの金額後から出てくるんですよ。 A みたいな感じで、それが痛いんですよね。買った時0歳なんですけど、馬って完成すると生まれた時に戻るってよく言われるんですけど、なんとなく馬格が結構いい体をしてるなっていう、筋肉質でなかなかいい目つきもしてるなみたいな感じで、ちょっと根性ありそうな顔だったんで。ジャングルキングはでもスピードと丈夫が売りなんですよ、この馬。じゃあこれね、重賞はいけるかなと思いますよね。 G3 は取れるかとか、まあ、血統的に見てこう絶対どっかで重賞勝ってもいいような血統なんですよこれ。新馬戦は正直まあ、調教師も話すんですけど、新馬戦は正直自信あります。まあ、理由としてはこれやっぱ仕上がりが早いんですよね。この時期にすごいマニアックなこと言っちゃいますけど、この時期にやっぱり14とか乗れるんですけど、まあ一波乱って 200m なんですけど、それを14秒で今走れちゃう。でこの時期の2歳馬って意外にそこまでまだ走れないんですよね。だそれ今もう走れちゃうんで、他の馬に比べて今現在の能力はもう高いです。あとあんだけ乗り込めるんで今丈夫なんですよね。丈夫だとイコールは強い調教に耐えることができるんで、どんどん鍛えられますね。なんなら成長はちょっと早いですね、他に比べると。今厩舎にいて、今牧場に今度放牧出してますね。ノーザンファーム天栄っていう近くの基地があるんですけど、そこにこう出してます。でそこで今トレーニングしてますね。デビューは一応まあ6月に予定してますね。まあ、相手関係見てどっち使おうかなと思うんですけどね。まあ府中かな、まあ、東京競馬場がいいかなと思うんですけど、でこれ勝つと思うんですよ正直。デビュー戦は最初違う馬買おうとしたんですよ。ここに出てるんですけど、最初ハーツくらいの子供を買おうとしたらですね、バババッと一気に爆上げしましてですね、でもう買えなかったんですね。それもだいぶ高かった、2億いくらいきましたからね。もともとは馬によってこれ決まってるんですよね、値段が。リザーブ価格といって最低価格が決まってるんですよ。でこれいかないと虫取りっつって牧場が持ってっちゃうんですけど、戻しちゃうんですけど、最低価格が決まってますよね。3000万とか、あれジャングルキングいくらだったっけな、3000万ぐらいかな、ドラキングは。あ、ドラキングじゃないもん、ジャングルキング、間違えましたね間違えましたね。いや最初ドラキングで登録しようとしたんですけど、ドラ焼き屋が出てきたんですよ、検索したら。でダメだって言われてなんか商標登録に引っかかるって言われて、ドラメンテと、まあ、要は王様のドラキングにしようとしたんですけどね、意外に落とされますね。僕前初めて持った馬でも2回ぐらい落とされてますね。なんか実況に向いてないとか、なんかいろんなルールがあるんですよ。商標登録されてるとか、で負けず嫌いっていう名前の馬も一回しようとしたんですけど、ヘイトルージング英語で言うと、そのヘイトが引っかかるんですよね。実況でなんかヘイトルージング、ヘイトルージング、外からヘイト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 ルージングみたいな感じで多分それ引っかかっちゃうんですよ。なんで結構名前は引っかかりますね。これ結構競り行く時っていくつかこうピックアップするんですよ。
結構皆さんそうだと思うんですけど、これが買えないからじゃあこれとか、結構まあ大体10頭ぐらいはピックアップするんじゃないですかね。あと競りに出てくれば順番もあるんで、先にこれ買えちゃうともうその人帰っちゃうんで、この辺安く買えたりもするんですよね。いろいろその打順もあるんで、いろいろそれはもう事前に決めてから、この馬落としたら終わり、この馬落とせなかったら次これ行こうみたいな、っていうのはありますけどね。でちょっとこれ最後の方に出てきたんで、これもちょっとこれ外したらどうしようってなりましたけどね。まあ、ちょっと予算ちょっとオーバーしてますけどね。最初はでもまあ5,000万ぐらいかなっていうのがあったんですけどね。てかこれちょっと欲しかったなってなったんで、まあ、落としてから考えようっていうそこありますね。だからまずいっすよね、本当に勝たないとこれ本当まずいっすよねこれ。まあ、ちょっと勝負かけちゃったなってなりますね。ここにチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。